ガエタのコメディはイタリアの指揮者、作曲家。日本のクラシック音楽に対し功績があった。1894年、ミラノに生まれる。ミラノ音楽院を優秀な成績で卒業し、卒業時には自作のピアノ曲、英雄的エピソードを演奏した。第一次世界大戦時にはイタリア第三軍の軍学隊長を務める。1927年3月、 カルピ歌劇団の指揮者として来日。前から日本に対する強い関心があったという。4月には、オーストリア・ハンガリー帝国出身の音楽家、ビルヘルム・ドゥブラブチッチが1925年に死去して、以来空席だった、区内省式部職学部の教師に任じられる。以後、たびたび学部を指揮して、ラジオ番組出演や宮中行事における演奏を、行う。 1934年2月13日、日本人の江川島子と結婚。これを報じた2月14日の朝日新聞には、ファシスト等の記章をつけて、妻と共に映るコメディの写真が掲載され、銀ブラもできなくなる、コメディではなく、困りですとシャレを交えた言葉が紹介された。1940年12月7日、後期2600年報祝曲として作曲され、 日本政府に送られたイルデブランド・ピツェッティの公共曲一長を期限2600年宝祝公共楽団と共に初演する。この演奏は録音され、CD として販売もされている。戦後は藤原歌劇団を指揮したり、男爵武井主政が結成したマンドリンオーケストラのオルケストラシンフォニカ武井を指揮して武井の作品を演奏した。作品の演奏は録音され、 LP としても販売された。1970年に君4等曲実賞受賞に助された。1977年11月16日、東京都大田区にて死去。83歳坊津。指揮者として紹介されることの多いコメディだが、作曲や画学の編曲も手掛けている。ありがとうございます。